はい、坂翔です。今回はですね、また仮面ライダーチップスの動画になるんですけど、ちょっとね、Amazon で注文していたのが箱で届いたんで、ちょっとね、また開封していこうと思います。今回はね、この以前ね、動画で見てもらったかもわかんないですけど、普通にコンビニで買った仮面ライダーカードが、ね、3、4、5、8、10、16、18、24、27、29、37、40、44、47、ラッキーカードということで、これがね、今ね、あるんで、まあ、他のを当ててね、コンプリートしていこうっていう動画になります。はい、でちなみにこれは、仮面ライダーのムービーモーションシールシールカード。でね、これ、このシールは、これ映画館に行けばね、やってるところもあると思うんですけど、なんかミッションを、なんかいろんなね、ショッピングモールの店舗のところに書いてあるミッションをやって、それやって応募したら、なんか映画館の受付かなんかでその応募している画面を見せると、もうね、仮面ライダーの、新仮面ライダーのステッカーがもらえるっていう、1人1枚、ちょっとこれ自分は家族と一体に2枚なんですけど、はい、こんな感じになってます。これね、やってみたらちょっとね、カードもシールもらえるんで、ぜひやってみてください。じゃあ早速ね、これ持ってるカード、早速開けていきます。このね、仮面ライダーチップス、これ Amazon ね、2月25日って書いてあったんですけどね、発送が以降か。でもなんか早かったですね。まあ箱こんな感じで、ね、こんな感じ。ちょっとね、場所がね、狭くてね、ね、こんな感じで仮面ライダーチップス。じゃあ開けていっちゃいますね。で、開けてって一個一個順番に取り出して、一個一個開封していきます。ね。普通にこれ、ね、昔の、まあ、これチップですけど、スナックはね、ほら、中野のマンダラケのカードショップかなんかに、置いてありますよね。売り物じゃありませんみたいな。あんな感じで、箱もこれ、その方がいいですよね、これ一応ね。うわぁ、めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってるわ。じゃじゃーんということで。じゃあね、一個一個取り出して、全部で24袋あるんで、これ一個一個取り出して、カード、開封していきます。まあ、パッケージ一応、これ動画初めて見る方はあれなんで、ね、こういう風にパッケージ。新仮面ライダーチップス、で一応な、1つパック2枚入ってる感じで、イラストが前田さんって方ですね。で、一応ラッキーカードが出ると、仮面ライダー、新仮面ライダーチップスカードホルダーがもらえるということですね。10月31日までですね。じゃあ一個一個ね、上げていきます。24個ね、かぶるかかぶんないかなって気がする。21と26、そうね、どれが当たったかちょっと分かんないから、一応ね、後でね、確認します。どんどんいきます。で、2袋目、ラッキー、この箱からね、ラッキーカードが出るとは限らないらしいですね。24、8と、これがね、25、心優しき本物だし、こんな感じでどんどん開けていきますね。ポテチが大量で毎日食べちゃうな。やばい、キリして。クモウォーグとライダーとか、20。サイコロとともに。どんどんいきます。箱買いなんてしたことないです。テンション上がりますね。一文字隼人だ。さあ、戦い、こんな感じですね。ああ、落ちた。体勢が、腰が痛くなった。今何袋開けた？
わかんない。15。あ、これかっこいいな。ダブルライダーと15。ショッカーに気をつけろ。あ、なんか、女性のですね。外風すごい。よいしょ。八王子と刀。仮面ライダーの秘密。ね。今のとこまだ出ませんね。47番なんですね、自分が持っているラッキーカードは。48番が出ればな。いいんですけど。よっ。31。行くぞ、サイクロン35と誕生タイミング。ね、うん、いいな。よっ。どんどん行きます。よし。ルリコも戦うぞ。ライダー特訓の意味。あ、これ持ってたな。ダブリだな。よいしょ。全部コンプリートしたいな。あとね、さっきギーツ見てたら、ピンピンポンな。あ、また同じのだ。連続で。ルリコも戦うぞと、失踪サイコン。どうなんだろうね、これ。よっ。あ、でも普通にね、2700円ぐらいで買えたんだね。またルリコだね。久しぶりだな、ルリコ。これかっこいい。仮面ライダー。足りませんね。やっぱ、奇跡だったんだな、コンビニで普通に当たったのは。これ。ほう本郷両軍のテーマ、本郷の株、多分これさっき出てないですよね。はい、どんどん行きます。入ってないかな、ラッキーカード。じゃあ仮面ライダーの秘密、雲オーグとライダーの戦い。入ってない。そんな一気に開封したことないの。疲れちゃう。よっ。硬い。開かない。1だ。雲宝。1。仮面ライダー2号の秘密。ここかな。よい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 、よし、と迫り来る危機、働き続けるコウモリオーグ。本当に当たんないですね、これね、ラッキーカード箱。よいしょ。あ、いけ。いや、八王具のアジトと走れサイクロン。待って、あ、まだあるな。よっ。うん。不毛具の電話。仮面ライダーの秘密。多分結構被ってんな、確かに。かぶりだ。一応取っといて。八王逃がさんぞ、ショッカーども。当たりません。あとね、7。あと7です。おらい。来い、八王。ルリコが捕まった。八王。うん。こんな感じですね。あと、6個。だんだんなくなってきたぞ。
よいしょ、当たってくれ。組織に関わったものの末路、頑張れダブルライダー。待って、これ本当に当たんないのか。これ48番のラッキーカード頼む。じゃあショッカーに気をつける。仮面ライダーの秘密、当たんない。ちょっと待ってよ、本当に当たんないのか。あと4袋のけた、よっよっ。じゃあコウモリを仮面ライダーの、待ってマジで当たんないわ。あと3つです。奇跡だったんだな、コンビニで当てたな。普通の40ならはずもないや。罠にかかったライダー、仮面ライダーの、これマジで当たんないこれ。そう、そうだ、あと2です。頼む、悪の組織に立ち向かえ。さあ戦い、じゃあラストっすね。ラストラストです。今日あったかいね、普通に。何ですかねこれ、寒くないですね。よっ、ああ普通に当たんない。以上です、以上になりますね。こんないっぱいあんのにラッキーカードは当たりませんでした。でね、ちょっとあとこの後どれが当たったのかちょっと並べてみてやってみます。それもね後でお見せしますんで。はい、これラッキーカード当たりませんでした。1枚、48番とか欲しかったですけどね。はい、じゃあね、とりあえず今回はこの動画ね、一旦ここで、あ、そっか、後でカードお見せしますんで、そちらをご覧ください。でね、新仮面ライダー系の動画もね、ちょくちょく出していこうと思ってますんで、まあソフビ、あとね、来週ね、なんかちょっと特撮系のイベント1個あるんで、その動画も出るんで、またね、そちらもご覧ください。あとね、昨日なんですけど、仮面ライダー技術のフィギュアーズの動画も出してるんで、であと、なんだっけ、もう一個でした。どうするでした、あ、そうそうそう、メカゴジラ。メカゴジラの動画も出してるんで、もしよかったらそれもご覧ください。はい、それじゃあね、ちょっとね、最後、カード見せして終わります。で、本日もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。はい、また、次の動画もよろしくお願いします。はい、失礼します。